ホワイトハウスは21日バイデン大統領がフランスのマクロン大統領とドイツのショルツ首相イギリスのジョンソン首相と電話会談したと発表しましたホワイトハウスによりますと4人の首脳はウクライナ南部にあるザポリージャ原発周辺での軍事行動を回避する必要性を協議したほか IAEA、e、国際原子力機関の調査団を早期に派遣することが重要との認識を共有しました またイラン核合意の再建などについても議論したということです。